次は札幌、札幌、降り口は右側に変わります。東郷線へお乗り換えの方は前の青色の階段を、 JR 線へお乗り換えの方は後ろの黄色の階段をご利用願います。東郷線、境町方面へお乗り換えの方は札幌駅のみが乗り換えになります。ご注意ください。 The next station is 札幌。ただいま年末年始輸送安全総点検を実施しております。電車の乗り降り、ドアの開け閉め、足元にご注意ください。まもなくに札幌、降り口は右側です。開くドア、足元にご注意ください。大丸札幌店、お仕事探しのキャリアバンクへお越しの方はこちらでお降りください。地下鉄札幌駅まで戻ってまいりました。でこの札幌駅という表記なんですけれども、この JR 駅とそれから地下鉄の駅と微妙に違うんですよね。地下鉄の駅はひらがなで札幌、それから JR の駅は漢字で札幌と書くんです。まあ、これちょっと理由がわかんないんですけど、まあ、多分ごっちゃにならないようにってそういうこともあるんでしょうけどね。なのでその地下鉄の駅と、はい、まあ、JR の駅ちょっと表記が違うのでちょっと見てみると面白いと思います。でそれと同じように、新札幌駅、東西線の終点新札幌駅、こちらも、JR の方は漢字で新札幌で、地下鉄の方は、まあ、札幌だけひらがなで、シームは漢字なんですけどね、札幌だけひらがなで新札幌というふうに書いてあります。でもう一つ札幌という名前がつくものがあるんですけれども、こちらが、地下鉄東西線の東札幌駅、まあ、旧国鉄の駅があったところですね。こちらの方は、漢字で東札幌と書いてあります。まあ、路線図や、まあ、実際に行ってみたときにぜひちょっと見比べていただければなと思います。 JR の札幌駅にやってまいりました。大きいですね。もう北海道最大の鉄道ターミナル駅です。1日何人ぐらい降りてるんでしょうかね。結構人数いると思うんですけれども、ついに札幌駅まで降りてきました。札幌駅、2003年に現在のこの形の駅舎になりました。まあ、駅舎というか、こちら南口の側はこちらの JR タワー、これが大体170メートルぐらいだったかな、まあ、間違ってたら多分字幕出ると思いますので、大体170メートルぐらい、地上38階あります。で真ん中の、まあ、札幌ステラプレイスというふうに呼んでいますけど、こちらがですね、シネマフロンティアが7階にあって、で上にポツンと出ているのはこれ三国札幌というレストランなんですけれども、こちらが9階だったはずです。8階だか9階、ワンフロア上にあったような気がするんですけど、確か9階だったような気がします。そして、こちら大丸百貨店札幌ですね。大丸百貨店は、8階までお店があります。まあ、こちらすべて札幌駅南口の再開発として2003年にこの辺全部開業しております。じゃあ札幌駅の歴史ってどういうふうになってるのかなと申しますと、一番最初に開業したのが1885年だったかな、1885年、明治17年だかな、にまず最初仮の駅舎ができました。でその次の年に、まあ、ちゃんとした駅舎ができて、まあ、それで開業したということです。まあ、当時は、まあ、冬は営業してなかったとかそんなことあるみたいですけれども、まあ、何はともあれ、
場所としてはあの北海道炭鉱鉄道、北海道最初の三笠のコロナイ炭鉱ですね、コロナイから小樽まで結ぶ、小樽のヘミヤですね、ヘミヤまで結ぶ路線として、その中継地として多分札幌あるはずなんですけども、その中で札幌駅が開業しました。でなんか火事とかいろいろあって、で3代目の駅舎ができたのが1908年に火事があって、1911年だからそれぐらいの時に、3代目の駅舎ができて、これが結構な洋風のいい建築でして、今はそれが復元されて、北海道開拓の村のなんか事務所棟かなんかになっております。でその後、まあ、それ終戦ぐらいまで使われて、1958年に4代目の駅舎、青い建物のビル建築だったんですけれども、それが4、5階建てぐらいだったような記憶はちっちゃい時にあったんですけどね、それが使われていました。でなんか1960何年に若干増築はされてるみたいなんですけれども、でその建物を経て、で1988年、まあ、それまで地上部分にあった、まあ、札幌駅の駅舎というかホームが上の方に上がって高架化されて、1988年ですね、昭和63年に、開業しております。でそうすると、まあ、それ北の方にちょっとずれるような形で開業したんですけれども、でそれがそうですね、そのタイミングですね、はい、でそうすると今までその線路のあった南側のところがずっと空き地になって、じゃあそこどうしようかということで開発されたのがこちらの札幌駅南口の駅舎になります。まあ、ここ結構いい状態、あ見えないな、はい、こちらの札幌駅南口、もともとここにあの線路が通っていました。もう30年ぐらい前ですけどね、まあ、これで再開発が始められて2003年、平成でいうと何年かな、平成14年ぐらいかな、平成14が15くらいですね、平成2003年にこちらの大丸札幌ステラプレイス JR タワーが開業したという形になります。ですね、この撮影していると実はあの容量が、まあ、先週だと確か全部で2時間ぐらい撮ったんですよね、まあ、1時間中に全部まとめたんですけど、全部で2時間ぐらいに撮って、で 13.5GB ぐらいになっちゃったんですね。で、まあ、今週のもう残りがちょっと今先ほど確認したんですけれども、もう5ギガあるかないかみたいな、そんな感じなんです。今32ギガの、なんですっけ、マイクロ USB、 あマイクロ USB、マイクロ SD カード、マイクロ SD カード使ってるんですけれども、まあ、それがちょっとなんかきつくなってきて、まあということでちょっと今ヨドバシカメラに乗っております。ヨドバシカメラって感じですけど、ね、ちょっと買いました。32ギガのマイクロ USB 1750円、マイクロ SD カードだけっていうのがあったので、まあ、それであのもしなくなったらこれ詰め替えていこうかなと思います。で今ちょうどヨドバシカメラはあの高架、札幌のこの高架なんですけども、札幌駅の高架のちょっと隣側にあるんですけども、いつぐらいまであったか、昔はこっちの方にあったんですね。この辺が昔ヨドバシカメラあったところで、1990年代、私高校卒業した頃がだいたい1995年なんですけれども、その頃にはまだこちらの方にあって、だからその後に、こちらの方に当てて、で、移動したという感じです。で、こちら側。こちら側は長く、なんだっけ、ベスト電気だったかな、ベスト電気が入っていたんですけど、そこをまあ撤退してしまって、今は、なんかワインバーとか、それからカフェとか、そういった店舗がいろいろ入っております。札幌駅の南口のところにこうガラスのドームっていう か、 なんか屋根状のものがあるんですけれども、この下に降りたところがこちらになります。札幌市のアピアというところなんですよね。でアピアってどういう意味かなってここに書いてあるんですけれども、全ての人々の親しみやすく魅力的、 All people or intimate attractive、 この4文字の4つの言葉の頭文字を取ってアーピアとなっています。
で、まあ、もうちょっと見てみましょう。アピアとはイタリア語で、アパリーレという単語を語源にし、現れる出現する、まあ、英語で言うとアピアですね。アピアという意味を持っています。で、まあ、アピアという、まあ、アパリーレですか、イタリア語アパリーレというのは、まあ、その太陽の広場が、地下から地上に現れて情報、生活、文化を発信していく場所であるということを、まあ、そういう意味も込めているそうです。まあ、ちょうど今クリスマスシーズンでなんかそういう企画やってますね。いわゆる、まあ、福引きってやつです。この後ですけれども、大通公園、それから、すすきの界隈、中島公園界隈、まあ、大通駅、大通駅、すすきの駅、それから中島公園、これはちょっと飛ばして、もうちょっと先の方に行きたいと思います。降りる方が済むまで、ドアの前は広く開けて、